ジョン・トゥルーマン・ワズ・ディンは、アメリカ合衆国バージニア州、スタフォード軍、ホート・ベルボア出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト右ミギウチ。1990年の MLB ドラフト41巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されるが、この時は契約せずに、フロリダ州立大学へ進学した。1993年の MLB ドラフト1巡目で、 オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。1995年8月24日にメジャーデビューを果たす。1997年1月27日に、ホセカンセコとのトレードで金銭と共にボストンレッドソックスへ移籍した。2000年7月27日にトレードでコロラドロッキーズへ移籍した。8月22日のアトランタブレイブス戦では、 6対6で迎えた延長11回表に、シフルカウントから5番打者、アンドレス・ガララーガの左上腕に死球をぶつけた上に、暴言を吐き、激光したガララーガに殴打され、両軍入り乱れる、大乱闘となっている。2001年6月5日に、ロッキーズを自由契約となった。2001年6月11日にボルチモアオリオールズと契約した。 2001年12月13日にクリス・ブロックとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍したが21日に FA となった。2002年1月1日、メジャー通算31勝の経歴を買われ契約金と年俸を合わせて220万ドルで読売ジャイアンツに入団した。コントロールはなかなかよく低めに球を集めるタイプで 先発ローテーションの一角を担うことを期待されたが、味方の援護の少なさなどもあり10試合に登板して1勝4敗と、振るわなかった。シーズン途中に怪我でファーム落ちすると、そのまま一軍に戻ることはなく、同年10月29日に対談となった。2003年4月7日には、ピッツバーグパイレーツ参加のトリプル a 級、ナッシュビルサウンズで完全試合を達成した。同年、メジャーでは、 トロントブルージェイズで3試合に登板したが、0勝1敗、防御率23.240と振るわなかった。2004年から2006年まで、テキサスレンジャーズに所属した。2007年、パイレーツのスプリングトレーニングで親友でもある、桑田タ・マと再会。メジャー枠を争った桑田から、カーブや打者のタイミングを外す投球術を学んでいる。2008年は、 セントルイスカージナルス参加のトリプル A 級メンフィス、レッドバーズでプレ四41試合に登板し9勝6敗3セーブ、防御率3.51。予し球が少なく、ホイップはチーム最高の1.11だった。2009年1月5日に埼玉セーブライオンズと契約を結んだことが発表された。7年ぶりの日本球界復帰となった。1年契約で契約金。 年俸合わせて5000万円。同年は開幕してからはなかなか勝ち星に恵まれなかったが6月2日に2002年5月以来7年ぶりの勝利投手になった。同年10月13日にウェーバー不正給で自由契約となった。その後アメリカに戻りフロリダ州ジャクソンビルのユニバーシティクリスチャンスクールやアスレチックス参加のマイナーのコーチを歴任した。 2019年シーズンはボルチモアオリオールズでブルペンコーチを務めるも1年限りで対団となった。時速140キロメートル台後半のストレートとスライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分ける。ありがとうございます。